校内設置の井戸経度の表統計135度36分58秒北緯34度52分00秒実際の井戸経度とは若干の表示誤差がある高槻市立日吉台小学校は大阪府高槻市日吉台一番町にある公立小学校1960年代から急速に開発された日吉台弥生が丘などのニュータウンに流入する人口の肥大化に 対応するため、それまで、芥川小学校の学区であった真上町、天神町の一部、岩手小学校の学区の一部の分離を含めて、開校された。あとの1980年代に、比較的末期に入居が始まった日吉台、弥生が丘、真上町北部や、開発が終了した柴谷町、寺谷町への新規入居者の増大、生徒数の肥大に伴い、 日吉台2.34.5、七番町、弥生川岡、成合町の児童は、1989年4月に、新設された北日吉台小学校の学区に変更、分割される。1960年代頃から開発された、山岳部給料地帯の新興住宅街に建設、周辺学区のほとんどが住宅である。北に高月市立日吉台幼稚園。 南側に西公園が隣接。傾斜地に建設されているため、3段の敷地構成。学区内には、後にほとんどが廃止、解体された、社宅、国家公務員宿舎を除き、ほぼ賃貸住宅がなく、分譲住宅事故所有の世帯が、大半のため、経済的基盤が一定以上の家庭の児童が多く、占める特殊な地域である。 交渉は開校当初から存在したわけではなく、開校から1ヶ月経過した頃、教師たちから募集。当時の本校教師、中村人氏が描いたものが採用される。交渉のマークは、日吉台の太陽を象徴し、日の光が八方に広がっていく、学校も、そのように永遠に広がり前進していくという意味がある。校歌も開校当初から存在したわけではなく、こちらも、 中村人氏が作詞、作曲した応募曲が採用される。なお開校者年度に制定された本校の運動会の歌も作詞作曲している。中村人氏は開校時から5年間、本校にて共有、また1979年6月18日に、休生した高木敏夫教頭の後を受け、同年9月1日から本校教頭を歴任した。かつて、 北日吉大小学校の開校以前は、日吉台弥生が丘全域成合町の一部も通学区域に含まれていた。卒業生は、基本的に高槻市立芝谷中学校へ進学する。芝谷中学校が開校する1982年4月以前は、高槻市立第8中学校であった。最も生徒数が多かった年は、 新設された北日吉大小学校へ学区が分割される前年度の1988年の1573人。また、最小は2004年の551人である。ありがとうございます。